極上スイカ器のスイカゼリーと極のゼリーです。スイカの中身をまずは出していきます。寒天草でスイカ果汁の寒天ゼリーを作ります。スイカ果汁に加えて水とサトウキビを大さじ2杯、そして中火にかけ寒天草が溶けたら一度氷水の上に鍋ごと置いて冷ましていきます。器や容器に入れたら冷蔵庫で 2-3 時間冷やします。とても固まっております。お好みで縁を可愛くギザギザにしていきましょう。力やりやすいんだけど、うん、力だとちょっと難しいんだよね、うん、かと思います。できました。結構ね、これ結構地道な作業で、後ほど紹介しますが、こちらはキワノという高級フルーツです。とても不思議な食感です。こういう感じにこれからいろいろなフルーツを作りますので、それでは今度はヨーグルトを乗せていきます。素敵に変更いたしました。あとはお好みで可愛くスイカの中身やヨーグルトを盛り付けたら完成です。ということで出来上がり。それでは今度はキワノの説明をまずはしていきます。キワノ、ツノニガウリはウリ科キュウリ属のツル植物です。またその果実のことを言います。ツノのあるウリ型の果実を食用とします。ツノメロンまたはキワノとも呼ばれます。ニガウリと呼ばれるツルレイシ属のツルレイシとは別属に分類されます。アフリカ原産でアメリカ合衆国のフォルニア州やニュージーランドで栽培されております。キワノは他の果実に比べてミネラルが多めです。中でもマグネシウムの含有量は果実の中でトップクラス。歯や骨の形成や様々な代謝に役立つらしいです。体内のナトリウムを排泄し高血圧予防などに効果が期待できるカリウムも比較的多く含まれています。また食物繊維も多いので便秘予防にも期待できるらしいです。ということでキワノゼリーも作ってみます。スイカゼリーと同じく果汁に加えて水とサトウキビも入れ火にかけます。種は食べれますが気になる方は食べない方がいいみたいですね。ちなみに私は食べましたが、とても種が硬いので顎が疲れました。不思議なフルーツですが
ミネラルは豊富だから栄養満点で嬉しいですね。これから暑い夏がやってくるので、熱中症対策にも皆さんもゼリー作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。すごい、それとそれがシャキシャキっていう食感がしてて、すっごい